真実の愛を証明せよ。そんな最終課題を出された私たちはどうすればいいのかわからないままでいた。試行錯誤する中、日向のまっすぐな姿勢を見て、欠けている 1% は自分のせいなのだと私は悟ってしまった。よくよく考えてみれば、私は日向にこれまでずっと日向に対する自分の気持ちを素直に伝えたことがなかった。親愛度ゲージが埋まらないのはきっとそれが理由だから、今朝私は日向に素直に気持ちを伝えようとしたのに、照れくさくてそれができなくて、日向を不安にさせてしまった。りょうちゃん、本当は私のこと好きじゃない？そんな不安を少しでも日向に与えてしまった。はっきり言ってパートナー失格だ。私の仕事は日向がトップアイドルになるまで。なってからだってずっと一緒に走っていくことなのに。言葉が出なくなってしまった私は、その日の夜、二人が初めて出会った場所で待っていると言い残して、逃げるように一人で部屋を飛び出した。もうすぐ18時。あの日、この場所で私は初めて日向の姿を見た。日向の声を聞いた。私は日向に救われた。あの日、日向の歌が聞こえなかったら、日向に声をかけていなかったら、私がビルの屋上から飛び降りようとしていた時、日向が私のところに来て声をかけてくれなかったら、私はあの日から日向の力になろうって決めたんだ。ここは私にとって全ての始まりであり、かけがえのない場所。この場所こそ私が日向に思いを伝える場所としてふさわしいはず。日向、来てくれるかな。もう約束の時間なのに来ない。もしかして来てくれないんじゃ、愛想つかされちゃったんじゃ。そんなことないよね。でも本当に愛想つかされちゃったんだとしたら、悪いのは私だ。ちっとも本心を打ち明けないし、こんな育児のない人間、呆れられちゃうのも当然だよ。照れたりすることもなく、堂々と好きを言葉にできる日向に私は甘えて。日向が来ないなら部屋に戻るしかないかな。謝るぐらいしかできることが思いつかないけど、でも謝るだけで何も気持ちを伝えられなかったら、そうなったら私たちの関係は、今の私にそんな勇気はある？電話？日向だ。なんだろう、遅刻の連絡？絶交するって内容だったらどうしよう。とにかく出なくちゃ。もしもし、日向、今どこに？初めての時とは逆だね、りょうちゃん。え？見てるのは私の方。私たちの始まりの場所で待ってるから。それじゃ。日向！私たちの始まりの場所？それってもしかして。日向！そっか。
の時、私が素直な自分の気持ちをひなたに伝えた場所は、私たちの本当の始まりの場所は、ここ新宿南口じゃない。目の前にある、あのビルの上。私はまたひなたに助けられて。今行くからね、ひなた。ひなた、りょうちゃん。ひなた、ごめん。私よりも本当の私のことを分かってくれてるのはひなたの方だよ。だからそんなひなたに、あの時みたいに、私は素直な本当の私でぶつかりたい。うん、聞かせて、りょうちゃん。うん、聞いて、ひなた。私はひなたのことが大好き。この気持ちは私を救ってくれたからってわけじゃなくて、ひなたの明るくて優しくて私を元気にしてくれるところも、たまにわがままでうるさくて子供っぽくて迷惑だなって思うこともあるけど、そんなところも全部全部幸せに思えるくらいに、ひなたとの日々は何よりも大切で、どうしようもないくらい大好き。だからこれからもずっとずっとずっと私と一緒にいてほしい。ひなた。みおちゃん、やっと正直になってくれたね。そんなに不安にならないで。私は正直なりょうちゃんとも、正直じゃないりょうちゃんとも、これからもずっとずっとずっと一緒の一緒。うん、うん、あのね、りょうちゃん、私の気持ちも聞いてくれる？うん、聞かせて、ひなた。私も大好きだよ、りょうちゃん。うわー、何これ。ピンク色の光が胸元から。りょうちゃんも。私のも青く光って、一体何だろう。ピンクと青、この色、私たちのメンバーカラーだよ。もしかしてこれが真実の愛？光が重なって、ひなた、あれ、上を見て。私たちの方に落ちてくる。りょうちゃん、一緒に掴んで。うん、せーの。りょうちゃん、これってハート型の宝石？チャームの輝きにそっくり。もしかして。うん、きっとこれ社長が言ってたチャームが輝きをもたらすってやつだよ。そうだ、ひなた、親愛度ゲージ見てみよう。うん、あれ、まだ 99% のまま。もしかして。最終課題は真実の愛を証明すること。そうだよ、真実の愛は私たち二人だけのことじゃない。私たち二人にとってかけがえのない真実の愛を伝えるべき人がまだいるよね。これまで私たちのことを応援し続けてくれたサポーターさんに、私たちの言葉でしっかりと真実の愛を伝えなくちゃだよね。だね、ひなた、行こう。うん。ピンクのほっぺは元気の印。世界を笑顔にするために、女
ちょっとつ猛進頑張ります。スターリングスターのアーティスト嬉野ひなたです。まずはここまで私たちチャームス候補生を応援してくれたサポーターさん、本当に本当にありがとうございました。2021年11月にゴーイングアップチャームスが始まってから1年と少し、楽しいことも辛いこともたくさんたくさんありました。りょうちゃんと候補生のみんなと、そしてサポーターさんと毎日を過ごせたこと、とっても幸せに思います。サポーターさんには感謝してもしきれないくらいたくさん支えてもらいました。サポーターさんがくれた大切な気持ちを胸に、私たちは最終課題を終えます。最終課題絶対に合格できるように、そしてチャームスとしてデビューできるように、最後の最後まで頑張りますので、どうかこれからも応援よろしくお願いします。改めて本当にありがとうございました。なんか固くなっちゃった。嬉野ひなたでした。次はりょうちゃん。はい、スターリングスターパートナーのゆずりはりょうです。まずはサポーターさん、ここまで私たち二人を、候補生たちを応援してくれて本当にありがとうございました。ひなたや候補生のみんながいてくれたから頑張れたっていうのはもちろんですが、何よりもサポーターさんがいてくれなかったら、私たちはここまで頑張ることができなかったと思います。私たちのすべてを知ってくれて、見守ってくれて、ずっとずっと支えてくれて、ひなたも先ほど言っていましたが、私たちはいよいよ最終課題を終えます。この課題の合否で、私たちがチャームスとしてデビューできるかどうかが決まります。サポーターさんがくれた思い、そして応援してくれた全ての人の思いを胸に、その時を待とうと思います。最終課題の結果発表、ぜひ見守ってくれると嬉しいです。改めてここまで応援ありがとうございました。サポーターさん、どうかこれからもよろしくお願いします。